はいみんな、わしやで、熊五郎のおもちゃ箱へようこそ。さあ、本日はね、こちら。ゴジラ、コング、新たなる帝国ということでね、本日は映画レビューチャンネルでございます。さあ、皆さんね、もう当然見られましたよね。ゴジラ対コングの映画の最新作、ね。いやこちらの方はモンスターバース第5作品目に当たります作品ですね。これはまたね、ねえ、ワクワクしちゃいましたね。ちょっとあの、映画のレビューの前にね、少しね、こちら。映画館で買ったグッズの紹介をしたいと思います。本日はね、熊五郎はね、こちらのクリアファイルとね、こちら、ねえ、ボトルキャップのゴジラとコング。ね、そしてこちら。ね、パンフレットを買いましたね。いや、映画のパンフレット買うなんてもう何年ぶりだろうって感じでね。ちょっと見ていきましょうか。うん。ね、まずはクリアファイルからいってみましょう。これね、わかりますかね。なんか 3D っぽい仕様になってましてね。ちょっとね、飛び出した感じで見えるんですよ。どうだろう、映像で伝わるかな。うん。ねえ。で、裏はこんな感じですね。うん。すごいね、ワーキング。なかなかね、危険ですね。うん。で、中は、あれだな。中はね、こんな感じで2つ仕切りが入ってますね。結構使いやすいかもしれないですね、こちら。ね。ねえ、ゴジラとコングの疾走感あふれるねイラストになっておりますね。いや、これはいいですね。うん、いいものだ、これは。そして、こちらね、はい、映画のパンフレットですね。いや、最近のね、映画のパンフレットって、ね、結構高級感あるんですね。うん。ちょっとね、こういう筒に入ってましてね。いいよ。こんな感じで中身が見れるわけですね。うん。なるほど、面白い。これが1100円ぐらいやったんですけどね、なんか僕が子供の頃の映画のパンフレットとね、比べると相当高級感がありますね。うん。ほんとパンフレット買うなんて何年ぶりなんだ、何十年まあいいや。はい。そしてこちらですね、一番の私のお楽しみでございますね。こちらね、ボトルキャップマスコットということで、ちょっと見ていきましょうか。さあ、取り出せましたね。ああこちらになってますね。どうでしょう。よいしょ。はい、ということで、まずはね、こちら、ボトルじゃねえ、ゴジラのね、ボトルキャップでございますね。私ね、映画館行くとね、必ずこのね、ボトルキャップのフィギュア買うようにしてるんですよ。なぜかって、クオリティがいいからです。ねえ、これね、この大きさのバランスっていうんですかね、体の対比がすごく上手にね、表現できてるんですよ。やっぱ小さい方がバランス取りやすいんかね。うん。ほんでね、まあ、この限られたね、彩色の中やけど、すごくね、映画の世界観を忠実に再現できてると思いますね。この背中のね、ピンクの背びれがクリアパーツだったりね。いやー、素晴らしい出来ですよ、これはね。もうね、ついついね、会社のデスクに飾りたくなっちゃいますね。はい。さて、続きましては、こちらのコングのボトルキャップですね。いやーねえ、こんなこと言ったら怒られるかもしれんけどね、正直最初僕コングのボトルキャップは買う予定なかったんですよ。最初はね、もうゴジラのボトルキャップだけ買ったんですけどね、もう映画を見終わった後、もう辛抱たまらんということでね、もうボトルキャップ気がついたら買いに行ってましたね。うん。やっぱそれだけのパワーがありますね、ゴジラ、コングにはね。うん。で、このコングのこの新しいガントレットが、まあ、かっこいいんですよ。作中でもガシャコンガシャコンガシャコンってね、攻撃するたんびになんかすごいギミックが動いててね、これは機械好きの男の子にはたまんないですよ。はい、男の子だけには限らんけどね、女の子もそういうギミック好きな方いらっしゃるでしょうにね。
はい、そういったところもねポイントですね。はい、ということでね、またね、今からちょっと映画のね、中身に触れていきたいと思います。今からはちょっとね、ネタバレになりますからね、ネタバレ食らいたくない方は、ここでご視聴一回ストップすることをお勧めします。見たらまた見てくださいね。ということでね、本日のね、こちらね、なんだ、ゴジラ×コング・ザ・エンパイア。さあ、こちらのね、評価はね、そうだな、個人的には90点ですね。いやーね、本当にね、ゴジラという作品がね、この令和6年、ね、この現在においても、しっかりと繰り広げられてるっていうのが、本当嬉しいですね。新たな作品がね、生まれていくっていうこの現状が大変喜ばしいです。まあ前振りはこんなもんにしてね。今回のゴジラとね、コング何が良かったのかちょっとご説明いたしましょう。熊五郎がね、これ見てよ、この点は良かったなっていうのがね、話の内容がシンプルで頭に入りやすい。ということですね。いやーね、結構昨今の映画っていうのはね、もう結構ね、複雑になってますよね。細かいデータがどうのこうのとか、ねえ、もうねえ、頭がこんがらがっちゃう。ねえ、敵の悪役やけど、この悪役にもいろんな事情があるんだよとか、そういう悪役側のバックボーンの深掘りしすぎて、もうどっちが敵なのかわかんなくなっちゃうようなね、こともね、昨今の映画ではあるんですけど、今回のこちらの映画ですね。もう今からネタバレするでね、スカーキングっていうね、悪い敵が今回新しく出てくるんですよね。うん。そのスカーキングっていうね、今回の仇役が、まあ、悪いやつなんですよね。うん。本当に分かりやすいぐらい嫌なやつなんですよ。うん。ね、本当コングをいじめちゃってね、本当に。ほんで、何ですかね、新しい怪獣、シーモっていうね、冷凍砲を撃つね、怪獣がいるんですけど、そいつを、いやーってこう痛めつけて言うことを聞かせてね、コングにけしかけて、コングを倒すんですけどね、これがまあ嫌なやつだなーっていうのでね、もうシンプルにね、頭空っぽにしてね、コング頑張れ、ゴジラ頑張れってなるんですね。うん。ここら辺の仇役がシンプルに悪いやつっていうのはね、本当にね、あ、こいつ悪いやつだっていう感じでね、シンプルに分かりやすい映画の構成になっております。ここら辺良かったですね。あとね、特にコングかな。うん。やっぱりね、霊長類的なね、会場なんでね、すごい表情だったりとかね、なんすかね、ノンバーバルコミュニケーションっていうんですかね、この所作だったりとかで結構感情とか何考えてんのかなとか、あ、怒っとるわとかね、いろいろ分かりやすいっていうのもね、いいですね。その怪獣側のその感情だったり気持ちがね、喋りはしないんですけどね、そこら辺がこう、こっちの視聴者側にもすごい分かりやすく伝わるっていうのもね、この分かりやすさの一つのポイントですね。すごいですね。うん。なんか気持ち、ゴジラの気持ちもなんとなくわかるような気がしないでもないような気がするけど、まあやっぱりコングはすごいわかりやすかったですね、この気持ち的にね。なんか最初ね、導入からそのコングをバーンとこうね、映し出してたっていうのもね、すごいわかりやすくてよかったですね。わかりやすいっていうか、入りやすいですね、映画にね。そう、たまにこの映画でこういきなりよくわからんね、細かい実験が始まりまして、わちゃわちゃしてるっていうのもたまにあるんですけどね、そういうのじゃなくて、怪獣映画はシンプルに怪獣が見たいんで、いきなり怪獣をバンと出してくれたのがね、今回の映画すごく良かったと思います。でもね、あれですね、最初出た時にね、コングがね、あたたたたーってね、なんか食べてる時に歯が痛いみたいなね、歯が虫歯になっちゃってたんですね。こんな初頭でなんかね、少しちょっと毛も白髪も入り混じってるような感じのね、虫歯のおじいちゃんみたいなコングが大丈夫かいなと思ったんですけど、大丈夫なんですね。うん。そうそう。このね、虫歯の治療してもらえるんですよ、コングね。うん。人間のね、方にね。でもね、びっくりしましたね。とうとう怪獣も人間の獣医に治療される時代かって感じでね。まあそこら辺はまあいいかなと思いますね。
ほんでね、そうだな、次にね、熊五郎がすごい良かったなと思う点がね、もうシンプルなね、もうジャンプのようなね、こう何流れっていうんですか、ジャンプ作品のね、もう友情努力勝利っていう感じでね、ね、まさにね、この前作ね、ゴジラとコングもすごいいがみ合ってるんですね。前作ではメカゴジラを倒すために共闘するんですけどね、今回も最初ね、あのコングがね、ゴジラに助けを求めに行くんですけどね、まあ分かりやすい、あのゴジラがね、なかなかね、あの言うこと聞かずに襲いかかってくるんですよ。自分のテリトリーを犯すんじゃねえとね、え、まあ結局あのモスラが仲裁に入ってくれて、ゴジラも一緒に戦いに行くんですけどね、まあなんかね、そういうね、元々の敵役だったこの二人がね、共闘するっていうのはまさにね、本当に鳥山明先生のね、ドラゴンボールじゃないですけどね、本当に悟空とベジータに見えましたね。あの二人も最初いがみ合ってたんでね、そのライバル的なね、関係あった奴らが手を組んでね、あの新しい敵、強敵に立ち向かうっていう構造がね、非常に分かりやすくてね、ワクワクする、子供心にダイレクトに訴えかけてきますね。もう僕は中年なんですけどね、はいでもね、そこら辺がすごいね、ワクワクしましたね。分かりやすくワクワクできました。ほんでね、次のワクワクポイントね、次のワクワクポイント、今回もみんなあの予告でしてると思いますけどね、ゴジラもね、コングもね、パワーアップするんですよ。ねえ、なんか皆さん予告で見たでしょ、ゴジラがなんかピンクっぽい感じになってるのね。これはもう俗にね、ゴジラエボルブと呼ばれる形態みたいですね。なんかこうゴジラがね、なんか急にね、世界のこうね、核施設をちょっと襲ったりね、あのそういうのでちょっとね、いろんな世界からいろいろね、なんか放射線をたくさん持ってるエリアの怪獣を倒したりとかね、いろんな方法でね、放射線をね、こう吸収していくんですよね。で吸収していって、あの極地に達した姿がこちらピンクのね、ゴジラエボルブという形態になるんですね。いやー、ほんでね、そのエボルブ状態でね、観察したところによると、エネルギー量が20倍にもなってるっていうことでね、なんだかね、ピンク色に染まって、ね、20倍にエネルギーが上がるなんて、まるで海王拳だなと思いましたね。そう、エボルブゴジラより海王拳ゴジラって呼んでましたね、私はね。まあそんな感じで、やっぱりすごいパワフルになってるんですね、このゴジラもね。そして相対するこちらのコングもすごいパワーアップしてましたね。皆さん見ましたよね。見たということで話しますよ。こちらのコングね、予告編でね、右腕にね、これね、こんな感じでガントレットつけてましたね。ガントレット、いやー、これがまあかっこいいね。シンプルにかっこいい。なんちゅうんやろね、もう言ったら鋼の錬金術師のね、もうオートメールみたいなもんですよ。ねえ、やっぱ機械仕掛けの腕っちゅうのはね、なんとも男の子のこの心にね、響いてきますね。いやー、今回の作品は本当にね、そうだな、まあ前回の続編ということもあるんでね、まあちょっとちゃんと前回のことも予習せんと 120% 楽しめないんですけどね。まあそこら辺も踏まえてしっかりと知識蓄えてから見ることによって、また楽しさが相乗効果です。まあでもね、今回は本当にね、アクションが多かったですね。いっぱい怪獣がね、出てる割合、映画に出てくる怪獣の尺の時間がすごい長かったんでね、割とね、初見の人も結構楽しめる映画だなと思いましたね。僕が映画館見に行ったところね、結構お子さんたちもたくさん、見てたんですけどね。いやー、こんなゴジラの映画、最近結構難しいことも多いでね、大丈夫かいなと思ったんやけど、大丈夫なんですよ。ほんでね、やっぱりね、その怪獣バトル、昭和の怪獣バトル、もうバッコンバッコン、肉弾戦がすごいんですね。もうね、すごいですよ。昭和の怪獣バトル、怪獣プロレスをさらにね、進
CG やら何やらかんや使いまくってめちゃくちゃ豪華版にしたようなそんなバトルが繰り広げられておりました。いやーこれは本当に良かった。本当にこの映画でね一番良かった点は本当バトルシーンですよ。バトルシーンね、このモンスターバースシリーズはね本当にねバトルシーンがすごいんですよね。 CG にお金かかってんなーとかね、大人になるとこういううがった見方をしちゃうんですけどね、本当にすごかったですね。なんかねそうだな、一応昭和のね怪獣プロレス的なところではね、やっぱそこの昭和時代は着ぐるみを着てたんでね、どうしても殴ったり蹴ったりとかね、そういう肉弾戦をするのが難しかったんですよね、昭和の着ぐるみでは。ほんでまあ言うたらね、昭和の着ぐるみでそういうもうプロレス的なねガチンコバトルが難しかったで、まあウルトラマンとかそういう風に比較的動きやすいヒーローたちが生まれていったんですね。ちょっとまあ映画をね、あの子供たちに楽しんでもらうってしててね。なのでね、いやーちょっと昭和の時代にこの作品がなくてね良かったと思いますよ。あんだけね、ほんと人間ばりにねめちゃくちゃに動き回るんですよ、キングとコングが。キングとコングが、ゴジラとキング、あ、ゴジラとコングが、ゴジラとコングがめちゃくちゃ動き回るんですよ。僕よりも動いてましたよ。ほんでね、やっぱあんだけ動いたら後のウルトラマンたちは出てこなかったと思うんでね、あの作品として。ね、最初期にこの映画がなくて本当に良かったですね。いや、本当にすごいね、怪獣プロレスを繰り広げられてね、一番すごいと思った、ね、バトルシーン。ねえ、ネタバレですからね、あの、聞く人は自己責任ですよ。すごいなと思った怪獣バトルがね、すごいですよ。ゴジラがね、コングをブレーンバスターするんですよ。ブレーンバスターってね、完全にプロレスの、あの、上級技ですよ。こう、肩に、ね、担いで、こう、バーンですよ。こんな怪獣映画でやるかみたいな、どこで覚えたゴジラその技をみたいなね、もうすごいですね、うん。なかなかね、喧嘩しててもブレーンバスターなんてなかなか出ないですよ、普通。あとはね、もうすごい怪獣バトルでもう一個やったのがね、その、まあ、地下施設でね、結構ね、無重力的な、ちょっとま、人間たちが操作してね、ちょっと一時的に空間がちょっと無重力っぽくなる、時間があったんですけどね、その無重力下でのこの超 3D バトルですね。上から下から前から横からこう、うにゃうにゃうにゃといろんな、方向からのこのバトルシーンが繰り広げられてるんですね。いやー、正直ね、前作かな。まあ、ほら、ゴジラ対ね、キングギドラ、なんだっけな。タイトルど忘れしたけどね。キングギドラとのバトル、怪獣バトルもめちゃくちゃすげえなと思ったしね、前作の、コング対ゴジラ、ゴジラ対コングの映画のバトルシーンもすごかったと思いますけど、さらにバトルシーンだけで言うんやったら今回はもうまたさらにピカイチになってますね。うん。いやね、正直で話しますよ。正直ね、熊頃ちょっとこの外国ハリウッド版のゴジラを少し敬遠してたところがありますね。いやー、ジャパニーズトラディションがねー、ハリウッドで大丈夫かなって思ってね、あんまり見てなかったんですけどね、まあ今回新しく映画がね、始まるということやったんでね、まあここはちょっと一ゴジラファンとしてまたハリウッド版ゴジラもね見てみようということでねー、今週頑張りましたよ、本当に。もうね、毎日一つずつね、ゴジラの、ハリウッドのゴジラの映画を見ていきました。いやーもうね、30超えると2時間じーっと映画を見るっていうのは結構大変なんですね。集中力が持たなくて。ぼやけどね、そんなね、中年の悩みに答えられる映画でしたよ。もう始まったら見入っちゃうんですね。うん。なんかやっぱりね、日本のゴジラとね、このハリウッドのゴジラの違い、映画の違いっていうとね、このアクションシーンだなと思いましたね。うん。もうハリウッドは予算がすごいのかな、もうすごい CG を、こんなに使っちゃうのみたいな感じでね、バンバン使ってね、もう通常怪獣には不可能な動きまでブワーっとさせまくるでね、そこら辺がこうファンタジーがあっていいですね、本当に。そうそうそう。本当にね、このゴジラがね、もう崖の上からピューっ
っとね、飛んでね、海に着水するシーンなんてあるんですけどね、こんな体持つんかな、この重量でね、とか思っちゃったりとか、なんとかちゃんとかね、しちゃったりしてね。まあそういうちょっとファンタジー要素的なね、その、まあ本当物理の話とか、まあ空っぽにして見るのが今回の映画のポイントですね。うん。難しいことなんて考えちゃダメよということでね。まあちょっと総括に入りましょうか。まあいろいろ気持ちのまま喋っちゃったけどね。まあ今回の映画何が良かったかもちょっとまとめると、まあ一つはね、その話の構成の分かりやすさですね。うん、非常に分かりやすい映画でしたね。あんまり複雑なこともなくて怪獣のガチンコバトルが楽しめますね。なんで二つ目に良かったのがね、まあ今もちょっと言いましたけどね、あの怪獣バトルのこの激しさです。これはもうすごかったですね。いや怪獣映画ね何個か見てきましたけど、ここまでの怪獣バトルはこうあんまり見ないですね。ほんと怪獣のガチンコバトル見たい人はもうね、おすすめですよ。そしてね、三つ目のポイントね、このね、何ですかね、ライバルとの共闘だったり、新たなる力を得てのね、進化だったりね、その胸熱展開が盛りだくさんということでね、本当にジャンプのコミックかなってぐらいワクワクが止まらなかったですね。そうなんですよ、やっぱりね、この男の子は好きなんですよ、こういう進化したりなんかガントレットつけたりとかするのがね、たまんないわけですね、これがね。いやーまあそうやね、総括するとそこら辺がね、あともまあそうやな、そんなもんか、うん、まあいろいろちょっと語り足りんところもあるんですけど、あんま長尺になりすぎてもちょっと良くないでね。うん。ということでね、今回のね、はい、ね、ゴジラ、コング、ザ・エンパイア、ね、皆さん、ぜひね、映画館でご視聴されるのをおすすめいたします。まあ、この単体だけでもね、アクションだけ楽しむっていう観点やったら楽しめるんですけどね、よりゴジラの沼にはまりたいという方はね、前作のね、4シリーズもしっかり見ると楽しめる映画だと思います。ということでね、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。みんな映画見てね。チャンネル登録よろしくお願いします。